歌の講座で始まりました。私が何を隠そう半蔵でございます。ありがとうございます。この番組はシンガーソングライターの私がね、歌詞に込められた言葉の力なども改めて伝えられたらなということで、いろんなジャンルの歌詞も取り上げてですね、番組を盛り上げていきたいと思っております。またネットで見てる方たちもね、本当に今同時に見てる愛知県ね、絶対見るよよ、大阪のファンの人たちも見るわよってネットの書き込みもしていただければ紹介したいと思っております。さて、まず最近の私の近況、これはもう皆さんご存知ですよね。ご存知ですよね。僕のね、最近の大きな出来事、国家、そういうことです国家斉唱なるものをさせていただきました。ありがとうございます。4月の29日にですね、京セラドームという大阪にありますね、オリックス対ソフトバンク戦、2万5000人の前で国歌を独唱させていただいた。素晴らしいことでございます。ありがとうございます。もう本当に僕にとっては、今までで2回目なんですね。島根県の方でやった時は2500人、今度は2万5000、10倍の人たちがぶわーっと立ち上がって、それでは半蔵さんに国歌斉唱をしていただきます。皆様ご起立願います。選手の一同の皆様もご起立願います。トン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 、君がよは、はい、しないしないしない、怒られますよそんなことしてたら、本当にダメですってそんなことがまあありましたね。で、先月もう YouTube で私も見ましたけど、第1回目は僕が一番最初に面倒を見たというか、歌の世界で面倒を見た隼人くんがゲストで出ましたね。まあいろいろと見ててね、本当にテレビってこんな風に映るんだなということで、皆さんの熱気とかも全部映ってますのでね、熱のある人は頑張って熱をもっと出してください。熱気はいということで、身の回りで起きたびっくりしたことって言ったら、僕ね意外とびっくりしないんですよ。例えば隣で物がガチャンと割れても、あ、びっくりしたってないんですよ。割れたな、本当に驚かない人なんです僕。半蔵さんってやられても、あ、全然驚かない。この間も名古屋から帰ってきて、品川駅降りて、改札降りて、トントントンとこで歩いてたら、ポンポン、はい、半蔵さんですよね、そうですよ、どちら様ですか、私四国の松山でお会いしました、何々です、あ、そうですか、ようこそ声かけてくれましたね、今日はどちらへ、あ、私遊びに来ました、あ、一人で女の人は遊びに来るんだ東京までと思ってね、そうですか、じゃあぐらいびっくりしないの僕は。もう日常茶飯事なんですよ、トン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 とやられるの。だからあまりびっくりしたことありませんのでね、すいません。ということで早速次のコーナーに移りたいと思います。皆さんね、お待ちかねですよね、もう唇の花ねえ、圭純子さんという方なんですけど、この方作詞家でもあられます。で、私よりは実は歌に関しては先輩ですね。なんと聞いたんですと、女子大の頃にもスカウトされてたんですって、ね、で今はもういろいろバン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 曲も売れてますし、カラオケ大会僕あちこち行くんですけど、だいたい圭純子さんの歌って入ってるんですよ、ね、で一説にはもう背中が綺麗だということで背中の女王と言われた。サバの女王じゃないよ、背中が美しいって言って、
まあ、前も見てあげていただきたいと思って、おそらく今日は前から登場すると思いますよ。普段はねステージこうやって登場するらしいで、背中嘘です、前から登場していただきましょうか。それではということでですね、この後お知らせの後お呼びしたいと思いますので、どうか皆さん盛大な拍手でお願いします。安田建設が選ばれる理由、設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工、社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。たくさんの人たちに愛されるまちづくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。リフォームを考えている、お部屋の雰囲気を変えたい、ファースト建材はお客様に合った最適な商品をお値段含め豊富に取り寄せています。安田建設グループの会社だからこそ、クオリティの追求とお客様に無駄なことを勧めません。リフォームなどまずはご相談ください。ファースト建材。安田建設が選ばれる理由、設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工、社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。たくさんの人たちに愛されるまちづくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。はい、それでは本日のゲストは圭純子さんです。こんばんは、どうもよろしくお願いいたします。はい、Kさんね、初めてこの番組出ていただきますけども、 Kさんとの出会いって、はい、こんな感じでなんか出会った感じがするんですよね。覚えてます？上板橋って板橋区にあるんですけど、はい、僕は隼人君とカラオケ喫茶に行ったんですね。キャンペーンのお知らせ、お願いかなんかで、ね、営業で。そしたらちょっと紹介したい人がいるということで、そこのオーナーさんが連れてこられたのが圭純子さん、はいはい、もう何年前になりますかね。もう6、7年、8年、はい、8年、50年じゃ俺たちまだ生まれてないから、これちょっと、あ、そうですよ ね、お母さん、今のおいやじーと言いますかね。ね、素晴らしい。私が歌謡界に入ってすぐなったんですね。あ、じゃあもう、はい、つまりシャンソンの世界でずっとやってきて、はい、で歌謡界、はい、っていうことは、まあ、きっかけはあれですかね、その曲のキャンペーンというか、曲はやっぱり歌謡曲をもらって、そうです、はい、小田純平さんと、はい、そうです。それからあと若草先生との出会いからですかね。若草先生はその当時は、私のファンで、あ、そっかそっか、はい、それでアレンジの方を担当されたんですね。そうですね、はい、まあ、それで2人はまあ出会いましてね、はい、たまたまその日ラジオがあるんで出てみませんかと、こんな形でその日のうちに出てもらって、はい、出てもらって、はい、あ、じゃあいろんな話していくうちに、まあ、ちょっと定期的にライブでもやろうよということで、彼女のお店が、ハスネっていう、板橋区ハスネにボートルというお店がね、はいはい、あってね、はい、でそこで、まあ、ライブをやることがきっかけになって、はい、そして、まあ、唇の花が誕生するまでがまたすごいことがあって、何年前でしたかね、あれね、ケーブルプラザのディナーショー、そうですね、それがちょうど幸せくれてもいいじゃないの時だから7年前、そうですね、彼女の誕生日が4月の10日で、はい、3月です。あ、3月の10日だったそうだ、で10日にバースデーディナーショーを KO プラザでやって、そうです、はい、次2人で曲を書こうって話になったんですよ。作詞して僕が作曲して、で、ね、はい、でできた曲があなたに咲かせてっていうんですよ、はい、あなたに咲かせて、それがなんとゆくゆく唇の花に変わったの。そうなんです、実はね、はいはい、ね、ずいぶん詩も曲も本当苦労して作った思い出なんですけど、その苦労を発表した次の日が東日本大震災。そうだった、
ですね、K.O. プラザホテルの、45階でディナーショーを行ってまして、翌日の震災でしたから、もう1日ずれてたら大変だった。1日ずれてたらもう本当に大変。もうできてなかったですよね、ディナーショー自体も。そうです ね。それであなたに咲かせてってのは、それから2年ぐらい経って、あのお客さんの中からあのラララララの歌、ね、どうしたのどうしたのって、はい、どうしたのどうしたのってなって、あそうですよね、じゃあそれを現実にしましょうかと、いうことで、唇の花に名前が変わって、そしてじゃあカップリングはってことで人生なんてねができた、すごい流れでございましたね、まあ、唇の花の、まあ、作詞 K さんが書かれてて、これ、まあ、K さんの、ね、思いがあって、一体これは男性の歌なのか女性の歌なのか、どんな思いで作られましたかね、あの詩は。そうですね、本当はですね、半蔵さん覚えてます？覚えてない。私が一番最初に歌うんじゃなくて、半蔵さんが最初の歌いだし、あそこがあの女性の歌詞ではなくて、男性の歌詞なんですね。いつまでも君を離さないですよね。そうです、ところがあの作ってる間に、半蔵さんが自分がこの旋律歌いたいなということで、私をあんまり面白くないパートをもう命令なんで、はい、わかりました。そうでしたかね、そこでもうやっぱりあの高音のね、あの男性の部分が難しいところを自分がやることになったもんですから、ガンガンガンもうね、ガンガン来て、ガンガン来て、あんな素敵な曲になりました。はい、そうでしたね、まあ、男性の比率がすごく少ない、女性が8人いたら男性が2人ぐらいしかいないような、そうです、ね、ちょっと男性の難易度が高くって、ついにですね、来年ですけど、 K さんにもね断りをしたんですけど、愛知県の演歌歌手のお二人が唇の花2019年バージョンとの出すことが決定しました。はい、もうこれはですね、その男性があまりにも難しすぎるというところを思いっきり解消しました。なぜかというと、2つキーが低くなった、だから男性のラララララが出るようになったんです。だけど女性がいつこのイが出ないんですよ。それなんでメロディーをいつまでもにしたんです。はい、そうすると聞いてないです。私聞いてない、今初めて言ったんですけど、僕曲の方はね、K さんに無許可でやったりするんですけどね。まあ唇の花は実はソロバージョンも出たんですよ、あの白鳥紗友子さん、北海道の旭川の歌手の方がね、一人で女性で唇の花を歌ってるバージョンもあるから、これで 3組が誕生するということになりました。はい、ところで、まあ、K さん最近、まあ、僕も K さんもあちこち飛び回ってて、一緒に歌うこともなければライブをすることもなくなりましたけど、ね、初音のボートル、どんなお店ですか？そうですね、板橋区初音でお店をやっております。だいたいスタジオカフェみたいな、ライブを中心にやっておりますが、例えばリハーサルでどこか場所がないかなとか、楽器グランドピアノが置いてありますのでね、楽器のリハーサルしたい方とか、それからライブをやりたい方に貸し出しを中心に、普段は何もない時はカラオケ好きな、音楽好きな方たちがワイワイ集うお店でございます。どうぞよろしかったら板橋の方に、ね、お越しの際は、初音駅から、ま、歩いて1分半ぐらいですね。そうですね、まあ、K さんのお客さんはやっぱり K さんのファンの方がとても多くって、で上品なお客さん多いですよね。やっぱり シャンソンから来てるからね。そうなんですね、歌謡曲って言ってもやっぱり K さんはシャンソンをライブでお歌いになるんで、やっぱりこのなんかなんとか紳士淑女みたいなお客さんがやっぱり多いですね。そうですか、やっぱり僕もいろいろとライブやらせてもらってて、はい、で K さんはですね、今一番新しい曲が平成16年の1月発売の時計、そうですね、はい、チラシがそこに、ね、小室さん後ろにこう背中を、背中美女の由来がここから来てるんですけどね、これ背中の美しさとは何かメンテナンスかなんかされてですかね。いや何もしてないんですよ、自分で見たことないんで。背中をこうなんかこうマッサージする人が必ずいるとか。全然ないですね。ないですか？はい、そうなんです。何か秘訣はないですか？何もないです。何もない、いじらない方がいいと思いますね。あ、自然の方が、自然にね、はい、何もどこも何もしてませんので。そうですか、わかりました、はいはい、さて、そして、まあ、僕もレッスンをよくしてた曲スター、この曲は全国カラオケ選手権大会という、そうですね、全国でバーッ
とこの課題曲として作られて、はい、このスターはね歌われるようになりました、はい、今年はもうどうですかこれ時計なんか3年経って、2年経ってますけど、でもねあのそのスターなんですが、また今年も同じように募集してました、うん、あ、はい、そうですか同じ曲で分かりました、はい、あとは、ね、なんか新しい曲はそうです、ね、新しい曲は、うん、あの年内には、仕上がると思います。大体あの若草先生の方ではもう出来上がってるよということでしたので、はい、はい、同じく定畜レコードなもんですから、はい、よろしくお願いいたします、ね、はい、さあここでですねちょっと質問が、はい、あるんですけどね、はい、今まあこう時期が良くなってきますと、はい、旅行に行きたくなるという人が多いですね、はい、Kさんは旅行なんかするんですか。行きたいなというところはたくさんあるんですが、うん、はい、あのまず寒いところはダメですね。ダメ、夏でも暖かいところが好きという、うん、ハワイとかは本当は山形生まれの寒いところで あの生まれ育ったのですが、はい、それが逆にトラウマというか、あ、寒いところにいると ね、 そうですね、暖かいところが好きなので。ただ旅行するなら南国、そうですね、でも遠いんです、みんなハワイとかね、グアムとかね、うん、グアムは近いでしょ。飛行機で長く乗ってることが許されないんですよね。ダメなんです、飛行機の長いのがめっちゃダメなんでね、最近はちょうどいいところで、はい、沖縄にハマっております。沖縄、はい、あの最前列のマスクの女性は沖縄の人ですよね、はい、沖縄、今日は寒いですかね。だから南国から来る人に限って寒がりなのよね、はい、うん、うね、なぜか南国寒がり。あ、でも私も寒がりなんですよね。あ、そうですか、冷え性で、うん、はい、そうですね、うん、分かりました。さあ次はですねチャレンジについてなんですけど、皆さん今チャレンジしてることってあります？あんちゃん今チャレンジしてること、うん、何でもいいですよ、縄跳び1日10回とか少ないけどあります？とりあえず歌だけを頑張ってる、ね、あ、はい、K さんはどうですか最近チャレンジ。あ、チャレンジ、チャレンジ精神が結構薄いかもしれない、うん、薄い、ああ、おう、そう言われてみると。でも車の中ではうるるるとか言ってたね、ま、そうなんです、あの、うん、なんかあの巻き舌っていうのが発声にいいということをあの1ヶ月ほど前に知りまして、はい、それをでも私あのラテも歌うんですが、そのラテを習ってる時も巻き舌ができなくて、うん、先生がでも大丈夫よっておっしゃったのでね、舌が回らないとね、そう、うん、歌がねくる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 、言葉が滑舌がうまくいかないところあります。そうです ね、 ね、じゃあだけどその巻き舌をやることによって発声、うん、ボイストレーニングができるということなので、はい、一生懸命練習してます。それをチャレンジしてる、はい、なるほどね、はい、うん、さあそれではそろそろですね、K純子さんにこの CM の後、はい、歌っていただくことになりますけども、歌はやっぱり時計ですか。そうです ね、 ね、はい、じゃあ生歌で K さんに CM の後歌ってできますので、え、ね、準備の方よろしくお願いいたします。設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工、社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。たくさんの人たちに愛されるまちづくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。リフォームを考えている、お部屋の雰囲気を変えたい、ファースト建材はお客様に合った最適な商品をお値段含め豊富に取り寄せています。安田建設グループの会社だからこそ、クオリティの追求とお客様に無駄なことを勧めません。リフォームなどまずはご相談ください。ファースト建材。安田建設が選ばれる理由、設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工、社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。たくさんの人たちに愛されるまちづくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。はい、それではですね
Kさんのこの曲を歌っていただきましょうか。時計。ですよね、まあ、バラードはあれ私たちは本当にバラードが好きで、はい、演歌は歌わないもんね俺たちね。
演歌は難しいですね。難しいね、やっぱり演歌は本当小さい頃から歌わないと、とてもじゃないけど拳がね難しい難しいですね。僕はきっと演歌歌うことはないと思いますね。ずっとバラードとか歌っていくと思うんですけど、はい、さあ、はい、せっかく先ほどもですね、まあ、唇の花もともとはあなたに咲かせて歌って、次の日が大震災、はい、ねえ本当にあの、歌詞の中に、消えてしまった時っていうことは、相手が亡くなったかいなくなったか離れていったか、そういう内容も詩に入ってますよね。はい、うん、これもやっぱりその You are soul、ね、魂だけがこう、あなたの魂だけのこと、そういう深い意味のある詩になっております、はい、せっかくですから2人で唇の花の聴いていただきたいと思います。
久々に一緒に歌わせてもらいましたね。今度20日ですか、5月20日2人でゲストで呼ばれましてね、はい、愛知県の一宮滝の英治杯、ね、そうなんですね、作詞を担当されてる最近安蔵さんもいらっしゃるってこと聞いたんですよ。一緒に呼ばれまして、いつぐらいに決まったんですか。いやもう最近だと思いますけどね。私はもう2年も前からあの滝のだから僕が後付けで呼ばれてるんですよね。びっくりしたんですよね、今日もその話をして本当に、まあはい、やっぱりこの2人で大きなホールでまた今度バーンと歌わなくちゃいけないんで ね、はい、ね、これからもうまだまだますます元気でいかないといけないですね、はい、俺たちね本当ですね、疲れてる場合じゃないよね、はい、ね、あさて K さん、これからの告知を、 K さんのスケジュール、そうですね、うん、来月6月9日に、はい、ビクタースタジオかな、はいはい、ビクタースタジオ、ね、はいはい、すごいとこでしょ、うんうん、そこで、3月に募集した、うん、私の課題曲というか若草圭さんの、はいはい、曲で、選手権大会があります、はい、そしてそこでスタジオで審査を受けるんですが、うん、そこで受かった方たちは漏れなく CD が出来上がるという、 CD 作ってもらえるってことですか。はい、作ってもらえるんです。はい、そう、ね、今日来てる人たちは実はかなりのレベルの人たち来てますよ。そうなんですね、アマチュアですけど、大会嵐ではあるんですよ、方々です。はい、あら皆さんチャンスありますよ、チャンスありますよ、ね、と私の歌は時計か、時計か、この愛をあなた、この愛をあなた、はい、そして村上さん、村上佳代子さんの、ね、今売れてますよね、なんとかの月、ああ、ね、真昼の月、真昼の月、はい、はい、はい、課題曲、課題曲でね、この3曲が課題曲だそうですよ、ね、優勝すると CD デビュー本当にそのままもうね、はい、優勝しなくてもおつぼねさんたち、はいデビューするきっかけですよ、つぼねたち。本当ですね、すごいことですね。はい、はい、うん、そして6月22日は、私のお店のボートルで、あ、お店で恒例ライブをね。ケイさんのライブ。はい。はい、もう一回、日にちが ?6.22。6.22 ね、はい。はい。こちらもホームページとかないんでしょうかね。あ、あります。ありますか。はい。ぜひ、はい、ホームページをご覧になって。はい、というかで、はい、K ジュンコさんの今後の活動でございました、はい、さあそれでは CM の後はまた新しいコーナーに登場していただきます、はいはい、それまで少々お待ちくださいませ。安田建設が選ばれる理由、設計から基礎工事、建設管理まで全て自社施工、社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。たくさんの人たちに愛される街づくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。リフォームを考えている、お部屋の雰囲気を変えたい、ファースト建材はお客様に合った最適な商品をお値段含め豊富に取り寄せています。安田建設グループの会社だからこそ、クオリティの追求とお客様に無駄なことを勧めません。リフォームなどまずはご相談ください。ファースト建材。安田建設が選ばれる理由、設計から基礎工事、建設管理まで全て自社施工、社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。たくさんの人たちに愛される街づくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。私はシンガーソングライターという呼び方をされております。作詞、作曲、歌う人、3つをやる人のことをシンガーソングライターと言いますけどね、特に、まあ、詞、歌に関しての、コーナーでございますけども、この歌というものがですね、メロディーをつけることによって力を持って動き出すんですよ。
ただなんとなく紙に書いてある歌がメロディーがつくことによって、また歌い手によって命をこう宿して、ね、動き出す。でももともとは詩がなかったら何を歌ってるかさっぱりわからないわけです、ね、それなので僕はその詩というものはものすごいそのエネルギッシュで、また言葉によって人の、ね、気持ちとかが随分変わるもんでございますね。やっぱりきつい言葉とかだったら相手に、ね、不愉快な思いさせるし、優しい言葉だったら相手に幸せを及ぼすし、だからといってそこの作詞曲柔らかくて愛のあふれるばっかりではこれも物足りないし、なんか現実のリアリティ欲しいし、まあ、そんなところでね歌というのを作っておりますけども、今日はですね、前回は必ず僕がというアマチュア時代に20代の時に作った、曲を紹介させてもらいました。この度はデビュー曲心花に触れてみたいと思います。拍手です。はい。ねえ、さあここでテレポが出ますね。あ、小さいけどね、小さいですね。はい、では朗読したいと思います。小さくても自分の曲だからよく覚えてます。愛という言葉が流されていく、人は大地を見失う、晴れやかな艶やかな、偽りの中、エグザイルになっちゃって、僕はただ目を凝らすけれど、こんな世の中で咲いている可憐な花、つまみ取ってはいけない君という心の花、まっすぐにまっすぐに向かおうとする君は僕の心花という歌でございますね。メロディーが流れるとスイスイ出てくるんですけど、どんな歌詞だったかって喋ってみろって言うとこんなに出てこないものだった、初めて知りました。いい機会を与えていただいてありがとうございますね。さて、この曲作れたのがもう18年のことになる、18年前のことになります。僕は、ご存知の方多いと思うんですけど、歌手になったきっかけっていうのが病気でした。普通だったら子供しかならない1型糖尿病というね、インスリンが体から出てこなくなる病気に突然侵されまして、そして、順調にいてたサラリーマン生活、営業マンだったんですけど、会社を解雇されてしまいましてね、とにかく、無一文になったわけですね、トップセールスマンズから。そしてもうあと何やろうかなと思うんですけど、この体じゃどこも雇ってくれないし、会社辞めた途端に世間は手のひらを返したように僕から離れていったんです。もう使い物にならないわけですよ、服部君なんて。あ、本名服部って言うんですよ。服部聡君、服部君ね、あの会社の営業マンだからお付き合いしてたというのが、病気になってクビになると分かるんですね。手のひらを返したように人が散っていきました。寄ってくるのはネットワークビジネスばっかり、そんなんばっかりでしたね。そういったような僕みたいな境遇の人が3人集まりました。上野でカラオケボックスでなんかの交流会の二次会かな、で3人で歌ってたんです。で僕は松山千春さんの確か窓っていう歌を歌った。そしたらみんなで泣いちゃったんですよ、ワンワンで。一人の会社の社長さんが、もううち会社更生法でもう従業員も解散するから、最後に従業員の人たちに半蔵君のライブを見せてあげたいなって言うから、そうですかと。ただ僕オリジナル曲持ってなかったんで、なんとかしなきゃと思う毎日だったんですよ。それが2週間しかなかった。ある時夢にフルオーケストラでこの曲が流れたんです、心花が。夢の中で、で歌詞もできてるんです。で目が覚めました。トイレ行って、何だったんだろうあの夢は、あの曲いい曲だったな、歯磨いて顔洗ったらもう忘れちゃいますよ、やばい、なんてことをしてしまったんだと、こんな曲もう出てこないぞと、愛という言葉が流されていく、本当は侵されていくって夢の中で出てきた。そして次の日ドン・キホーテに行って2万8000円もする MD ウォークマンを買いまして、録音できる機械買いました。目が覚めるっていうところは
パッとこう、あ、いい曲だな、すぐボソ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 と歌って寝たんですよ。聞いてみたらこれが出来上がってたんです。その時の音源持ってたらよかったんですけど、ただ忘れてはいけないと思って一生懸命紙に書いて、メロディーを思い出して歌詞書いて、で、できたのがこの曲だったんですね。1番ができてました。2番はそれに習って書きました。その日が実はその半蔵君、うちの会社のためにライブをやってくれないかの当日だったんです。そして僕は2時にライブハウスに行ってリハーサルして、よし、この曲を今日歌おうということで、夕方皆さん集まりました。20人ほどでした、まだね。そして2曲目に心花を歌った瞬間に全員が総立ちになりました。そして、泣きながら、いい曲だね、いい曲だねって話になって、半蔵君これからやっていけるんじゃないかと。で、どんな思いでねこの曲を書いたんだ、夢の中でできたので思いとかって後付けになっちゃうんですけども、よくよく見ると、君は君は僕の心花っていうのは自分のこと言ってるんではないかと、後付けですけどね、思ってます。まず自分が歌手になって、スタートする上でオリジナル曲はない、カラオケにも入っていない、人はもうみんな去っていってしまう、そんな中でさ、ギター一本持ってこ、ね、やっていけるだろう、食っていけるだろうかと思ってですね、自分の才能しか信じれませんでした。誰も励ましてくれる人はいませんでした。親も兄弟もバカじゃないかと言ってましたね。今更歌手なんてバカじゃないのかと、頭いかれちまったのか病気でと、そんな風にはっきり言われたぐらい、世間の目は冷たい、そんな18年前でございました。まあ、しかしこの言葉の特に、愛という言葉をこう見失って、もう誰にも愛されてない自分がいて、大地を見失うという経験、あ、こういうことなんだなと。人に愛されてないと僕は地べたすら歩いてる感覚もないんだなと、そんな落胆した覚えがあります。そしてだけど、君は君は僕の心の花なんだっていうのは、これは誰の心かって言ったら、結局自分の中にある心っていうのはですね、才能とか勇気とか希望とか、結局人が与えるものではなくて自分から出さなくちゃいけない、それが僕の心花と、そんな風に今は思っております。まあ、夢の中でできたってことは、誰かが僕を通じて歌わせたんだなと、そんな曲が僕には何曲かあります。スサノオ、愛の神もそうです。作ろうなんて思って作ってるわけじゃなくて、ライブ中に心花をピアノで弾き語りしてるライブ中にスサノオって出てきたんです。ね、そういうなんか連鎖反応があって、本当に作ろうと思って作ったんじゃないんですけど、降りてきた詩には何か意味があると思って、今は、自分の成長とともに歌に深みを入れていこうと思ってね、この歌はどういうことなのか自分で作っときながら思いながら日々歌ってる毎日でございます。そういうところでございますけども、まあ、これが僕の半蔵の歌の、まあ、力というコーナーで、次回はまた違う詩でね、皆さんに聞いていただければなと思っております。ここで一旦お知らせです。安田建設が選ばれる理由、設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工、社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。たくさんの人たちに愛されるまちづくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。リフォームを考えている、お部屋の雰囲気を変えたい、ファースト建材はお客様に合った最適な商品をお値段含め豊富に取り寄せています。安田建設グループの会社だからこそ、クオリティの追求とお客様に無駄なことを勧めません。リフォームなどまずはご相談ください。ファースト建材。安田建設が選ばれる理由、設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工、社長をはじめ全員が
職人として技術と誇りを持っています。たくさんの人たちに愛される町づくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。マイク、はい。半蔵、どうしても気になるあのニュースというコーナーがありますね。これから、前回は社長、野球の大谷翔平さんの話を、気になるも何も怪物でしたからね。すごいですよね。彼今日7回まで投げてね。そうですね、今日11三振ですか。11奪三振、はい、そうですよね。恐ろしいですよ。ついこの間までね、日本で大谷翔平、あんなね、大谷さんが世界の舞台で、えらいこっちゃ気になりましたよ前回は、ね。まあ言ってみたらもう、まあ、僕なんか大谷さんばっかり気にしてますけど、あと将棋の藤井六段。ああそうですね、うん、あの藤井君もすごいですよね。まあ天才ですから ね、 天才ですよ ね、 ね。もうちょっと近くだね、はい、さあ K さん、はい、社長、はい、気になるニュースってあります？特にどうですか、うん、なんか暗いニュースばっかりですよね。そうだよね、なんか芸能界では山口くんがね、そうなんですよね、まあ、あと政治もなんか暗いし、ね、政治もちょっとあれですよね、うん、事件もすごい暗いし ね、 ね。明るいニュースといえば皆さんどんなあります？逆になんかすごく明るいニュース、半蔵が国家斉唱した、それは素晴らしいニュースだ確かにそれは素晴らしい、それは素晴らしいですね、はいはい、素晴らしいです。それが素晴らしいですね。本当はもっともっと話をしたいこといっぱいあるんですけど、はい、すまあ今だとですね、僕、まあ、芸能界でというと石原さとみさんね、剛力彩芽さん、この2人確かに、まあ我々男性からすれば超素敵な女性ではありますが、相手がね、2人とも彼氏が IT 関係の社長なんですよ。 IT、はい、IT って分かる？分かります。 ET じゃないよ、はい、IT 本当です。我々ね、分かる、うん、IT ってだいたい言葉がなかったです昔は。そうですね、なかったですよね。ないです、はい、IT ってなんだと、 ET ですよ、そういうことね、うん、本当にね、 ET は分かりますよ本当に。 IT っていまだによく私も分かりません。インターネットっていう意味ですよね、 IT 関連ってね。違う？違うよね。誰か分かる人、 IT の意味分からない。会いたいじゃないですよね。あのコマーシャルをずっと見てて、ええ、社長がすごい、もう本人とこうしてお話できるなんて本当にね、うん、そんなことないです。私はジュンさんと一緒だからびっくりしてます。あ、本当にあの、いやうちもあのどういう会社なんですか？建設会社。あ、そうなんですね。安田建設、はい、ね、従業員も相当いらっしゃるんじゃないですか、うん、すごいですね、まあ、こちらの方がニュースって感じなんですよ、ね、いやいや、そんなことないです、まあ、建設業界って明るいんですか？あのそうですね、今建設業界は明るいっていうか、その人がいないんですね。需要よりもやるあの職人がいないとかね、監督がいないとか。ということは儲かるっていうことじゃないですか、まあ、仕事がいっぱいあるのにやってくれる会社がないってことは儲かるってことじゃないですか、まあ、だから儲かってんだ。あれ、だから儲かってあの半蔵さんの実家も建築屋さんじゃないですか。今どうですか、本家の方は儲かってますか？やっぱりね、家を建てる人が少なくなりました。あのマイホームっていうのを建てなくなりましたね。マンションの中に入っていっちゃう、はいはいはい、あの田舎なのに、田舎なのに高層マンションの好むんですもん。人は高いところが好きなんですよ。そうですね、すいません、うちは安田でねえ、さあ次のお話ですけどね、今回のねテーマがあるんですよ。皆さんもちょっと聞いてみたいんですけど、アイドル、その TOKIO の山内さんもアイドル、木村拓哉さんもアイドル、40代を過ぎてアイドルというまだ呼び方あるんですけど、昔はそんなことは絶対なかった。まず30過ぎたらもうアイドルではないし、引退しなきゃいけないですね。アイドルって言ったら社長の中で昔の自分がこの人アイドルだなと思う人を一人挙げるとすれば。そうですね、私はね若い時は、まあ、高校時代ですかね、高校時代、うん、南沙織がね大好きで、出た、天井から壁から南沙織さんのポスターでした。Kさんのアイドルは？
私のアイドル、あんまり私音楽に興味なかったですね。ああそうだよね、きっとね、きっとねって、まあ、話したことはありますけどね。あんまりあの、まあ、そういうの興味ないもんね。そうなんですね、本当にね、うん、じゃあアイドルってキャーキャー言った人はいなかった。ない、いない。あの本当に、ね、好きなアーティストとかお友達とかはよくこう追っかけてたんですけど、うんうんうん、あんまりなかったですね。あそう、皆さんの中でアイドルといえば、うん、はい、前から3列目のあなたアイドルといえばその後ろの人、その後ろの人、石野真子さん、あ、長渕剛さんの奥さんですね。他にはアイドルは、男性、一番前の男性、はい、寝てます。 はい、あなたのアイドルだった人、アマチマリ、来た来たよ来たよ、アマチマリいましたね。だってねえ、あとはパンプキンママ忘れた、お嬢さんは半蔵さん、いいよまあ確かにね、もう僕もそういう意味ではアイドル的なキャーって言われることありますたまにいいじゃないですかね、ありますけど、いいですね、ね、さあそのアイドルね、このアイドルって実はその辞書で調べると何て書いてあるか分かります？アイドル、偶像って書いてあるんです。現実にはいないと。なるほど、今初めて分かりました。僕はね実はアイドルで調べたことがあったんですよ、このお題がもらえるずっと前に。だから40代30代40代になってくるともう短すぎちゃって、まあ、それはアイドルではないんです今で言うとね。だから最近は本当のアイドルを求めて漫画の方に行っちゃうんだわ。秋葉系、はい、要するにフィギュア、それからあのキャラクターすごいですよ。新宿に行ったらですね、伊勢丹に行くために下の地下道を通るじゃないですか、ものすごい人だかりなんですよ。ただ人種が一緒なんですよ、カメラ持ってんの男性が、で壁が全部アイドルの女の子の漫画バシャバシャ撮ってんですよ。これは一体何だと、これは何なんだと。だから僕もその人たちを撮っちゃった。でもそれがやっぱり本当の昔からのアイドルなんでしょうね、アイドルなんでしょうね。手が届かない、か絶対手が届かないし、触ることもできないし、そうですね、お互い傷つき合えないもんね、はい、会話もできない、ね、会話もできないしね、はい、それが本当のアイドルなんですよ ね、 ね、本当は。というわけでございました、うん、さあいかがお過ごしでしょうかだって台本にそうやって書いてあるんだもんアイドルについて触れてくれて、これな、うん、何喋っていいか分からない、何喋っていいか分からないですよね。そうですよね、振られたもんに対してこう動く私あとは何が書いてんですか、まあとはね次回のねこの、収録でもオンエア生なんですけど、はい、6月の12日の火曜日、それから7月の14日の土曜日と、ね、毎月やらせていただきますので、どうか皆さん、ね、また来てくださいね。というわけでそういうコーナーでした。ありがとうございました社長ありがとうございました。この後は僕の弾き語りライブ、そして、いろいろとねスペシャル企画、半蔵の弾き語りコーナーもありますので、ぜひよろしくお願いします。安田建設が選ばれる理由、設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工、社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。たくさんの人たちに愛されるまちづくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。リフォームを考えている、お部屋の雰囲気を変えたい、ファースト建材はお客様に合った最適な商品をお値段含め豊富に取り寄せています。安田建設グループの会社だからこそ、クオリティの追求とお客様に無駄なことを勧めません。リフォームなどまずはご相談ください。ファースト建材。
さて弾き語りコーナーということでですね、一曲だけ弾き語りするんですけども、皆さん僕がなんで音楽を始めたかっていうきっかけって、その病気がきっかけなのはプロの世界に入ったんですけど、歌そのものきっかけは実は中学の時にですね、友達が放課後になるとギターを弾いて歌うんですよ、ギター一本で。でそこに僕はハモリっていうのを入れまして、自然とハモっちゃったんですよね。それなんで実はコーラスを入れることから僕は始まりました。ですから僕の中では一つのメロディーにいくつものハーモニーがあって然るべきだという、そんなきっかけで歌を歌っております。さて新曲東京ダンシングナイトのカップリング眠りつくまでという曲を、いつもはねカラオケで聴いてもらったんですけど、弾き語りで、あ、こうやって作ったんだなという原曲を聴いていただきたいと思います。口笛とファルセットも入りますので、ぜひお聴き逃しなく。
し強くはないよ。どうもありがとうございました。いかがでしたでしょうか。眠りつくまで弾き語りバージョンでございました、よかったら皆さんもギターを始めてみませんか。そして眠りつくまでを聴いてください。やれたらいいですね。さあ、それでは今日のゲスト K さん、よろしくお願いします。いかがでございました。これ第2回目なんです。 K さん、はい、隼人君の次に K さんに来てもらって、光栄です。次回はですね、誰を呼ぼうか決めてないんですけども、おそらく僕の楽曲を持ってる方がいらっしゃると思いますので、楽しみにしていただきたいと思います。そうです ね私も見せていただきますね。そうですね、はい、よろしくお願いしますと、はい、いうことで次回は、6月の12日同じ時間19時からスタートしますので、ね、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、どうも今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。